もしもし、母さん？よりだけど、今度の夏休みにそっちに帰ろうかと思うんだ。あら、より久しぶりじゃない。ちょうどよかった。今度ね、お父さんの家の近くに引っ越そうと思って、帰ってくるならついでに荷物を片付けてほしいのよ。え、父さん家の近くに？父さんは僕が小さい頃から単身赴任をしていて、年に1回ぐらいしか会う機会がない。それとあんた、全然お父さんに連絡してないでしょう。今度電話でもしてあげなさいよ。ああ、うん、わかった。小さい頃は父さんと電話をすることもあったし、赴任先から戻ってきた時によく話したりすることもあったけれど、中学に上がる頃になるとなんとなく話さないようになっていた。今さら何を話せばいいんだろう。汚れてる。
ないことばっか考えて待ってても、だんだんソファに沈んでくだけ、僕が明日ヒーローになるわけでもないから、させずにいるよ、今日は日が落ちる頃に会えるの。